皆さんは毎年のお盆の時期にはどう過ごしていますか？里帰りやお墓参りに行くという方から、夏休みとしてどこかに遠出したり、お盆と夏休みをあえてずらしてお仕事に行く方も多いかもしれませんね。近代では多種多様な過ごし方があるお盆ですが、皆さんはそんなお盆の由来や歴史についてご存知でしょうか？お盆とは、ご先祖様の魂を現世にお迎えして供養する期間のことです。日本の代表的な風習ですね。ご先祖様を年に一回家にお迎えし、同じ時間を過ごすことでご冥福を祈り供養する。京都五山の送り火、長崎の精霊流し、日本三大盆踊りなどのイベントも有名ですね。お盆の期間は地域によって異なり、7月盆、8月盆、旧暦盆などと呼ばれたりします。全国的にも多く見られるのは、8月13日から16日をお盆とする8月盆です。もともとお盆は、旧暦7月15日に行われていたもの。そんな中で、明治5年に新暦が導入され、お盆を新暦7月とする地域、本来の旧暦7月15日に近い新暦8月15日をお盆とするところなど、地域差が生まれていったようです。中には今でも旧暦に沿ってお盆を行っており、その年によってお盆の期間が変わる地域もあります。9月にずれ込むこともあるそうで、沖縄では2020年のお盆は、8月31日から9月2日になるそうですよ。余談ですが、7月7日の七夕も北海道などの一部地域では8月に行われています。これも旧暦、新暦のどちらを採用しているかが理由となっているようです。そんなお盆の語源は、義教とも言われる仏説裏盆教が由来であるという説が一般的です。お盆の正式名称は、裏盆会、または、裏盆と言います。なかなか聞き慣れない言葉ですが、どんな意味なのでしょうか。裏盆という言葉の由来にはいくつかの説があります。逆さづりの苦しみを意味する、サンスクリット語の裏盆な、霊魂を意味するペルシャ語の裏盆が語源になったという説から、裏盆は、ご飯を乗せた盆を意味するのではないかという説、などなど。私たちの知っているお盆の風習を考えると、逆さづりの苦しみよりも、霊魂を意味する裏盆や、ご飯を乗せた盆が語源と考えるのがしっくりくる気もしてしまいますが、しかし、裏盆教には、こんな逸話があるのです。釈迦の十大弟子の一人である木蓮は、稀に見る神通力を持った若者でした。ある日、亡くなった両親が転生先でどう過ごしているのか知りたくなり、神通力で死後の世界を覗きます。父は天道に転生し、穏やかに過ごしていました。一方、母はガキ道に転生しており、ガリガリに痩せ細り、常に飢えと喉の渇きで苦しみ続けていたのです。しかも、逆さづりにされてさらなる苦しみを与えられていました。もちろん、ガキ道には木蓮の母以外の人も全員苦しんでおり、見るに耐えない世界でした。そこで木蓮は何とか救おうと、自分の器にご飯を持ってお経と共に備えます。それらは母に届きはするのですが、ガキとなってしまっているため、食べ物や飲み物を手にすると、すべて燃え上がってしまい食べることができません。そこで木蓮は、釈迦に教えを請いました。釈迦は、旧暦の7月15日に多くの高僧に食事を振る舞い、心から供養すれば、苦しみから救えるでしょう、と説きます。木蓮は教えに従い、三階の百味を器に乗せて振る舞ったところ、僧侶の食事の一部が母のもとに届き、無事に天道に転生できました。
しかも血縁の有無に関係なく、すべてのガキが一緒に救われたそうです。この話から、地域によって差異はあれど、お盆の時期やお盆に行われる風習が生まれ、日本独自の発展を遂げていったと言われています。日本での最初のお盆行事は、606年に推古天皇が行った推古天皇14年7月15日祭へだと言われています。以降、お盆は貴族や僧侶などの上流階級の行事として行われており、庶民にはあまり馴染みのないものでした。江戸時代頃になると、ろうそくの普及に伴って、お盆の風習が庶民の間にも広まっていきます。庶民にお盆が浸透するにつれ、農業との関わりも深くなっていき、先祖供養に加え、豊作祈願という側面を持つ地域も出てくるようになってきたそうです。また、お盆は旧暦の7月15日の夜に盛り上がりのピークを迎えます。先祖の霊魂と過ごす最後の夜だからです。盆踊りをこの日の夜に行うことで、最後の夜を盛大にもてなすという意味があります。そのため、昔は夜通し盆踊りを行う地域もありました。余談ですが、盆踊りが風紀の乱れにつながり、それが問題となって、明治時代にはたびたび盆踊り禁止令が出されています。禁止令により、一時期衰退していましたが、大正時代に再び復活し、現代まで続いています。各地で様々な風習があるお盆ですが、裏盆教の逸話から生まれたとされるお盆の風習を一部ご紹介します。まずは、盆踊りです。盆踊りは、ガキ道から救われた人々の喜びを表しているという説があります。両手を上に上げて踊るのは、喜びを表した姿であり、盆踊りを大勢で踊るのも、ガキ道から大勢の人が救われたことに由来する、ということです。この大勢で喜びを表す踊りは、先祖供養や豊作祈願としてだけでなく、娯楽や地域の結束を強めるといった機能も果たしたため、現代まで続く風習として受け継がれてきたと言われています。次に、お供え物や食事についてです。お盆の期間は、朝昼晩の食事として、家族と同じものをお供えするという地域や、食事を豪華にするという地域があります。これは、木蓮が釈迦から教わったことに関連します。先ほどの逸話では、三階の百味、つまり豪華な食事を僧侶に振る舞った結果、その食事の一部が届いて、木蓮の母やガキが救われました。先祖の霊魂が帰ってきているから、同じ食べ物を共にすると伝えられている方もいるとは思いますが、元をたどるとこの裏盆教に起源があるのかもしれませんね。最後に、裏盆教とは異なりますが、一つ面白い説をご紹介します。皆さんは、お盆に海に入ってはいけないと言われたことはありませんか？実は、これも仏教に関連する言い伝えとされています。旧暦の7月は、閻魔様の休日とされています。そのため、地獄の窯が開き、霊魂が集まりやすい時期なのです。それに加え、お盆に先祖の霊魂も帰ってきます。水辺は霊魂が集まりやすく、海に引きずり込もうとすると考えられていたため、この言い伝えがあるとされます。実際、お盆の時期は離岸流などの大波が発生しやすい時期であったり、クラゲが大量発生しやすい時期であったりします。そのため、昔の人々は閻魔様の休日と結びつけて警告し、語り継いできたのかもしれませんね。いかがでしたか？606年からの長い歴史を持ち、日本独自の発展を遂げてきたお盆。今回は仏教でのお盆を中心にご紹介しましたが、日本には神道のお盆もあり、先祖供養の他に、1年間不幸がなかったことや、
両親の長寿と健康を祝ったりもするそうですよ。普段はお盆という時期を何気なく過ごしている方も多いのではないでしょうか。お仕事で忙しい方も、お墓参りになかなか行けない方も、ご先祖様に思いを馳せてみるのも良いかもしれませんね。この動画がそんなきっかけになってくれたら嬉しいです。あなたの地域のお盆に関する風習も、ぜひコメントで教えてくださいね。ご視聴ありがとうございました。